今日、不。ここは一個クリアできてないけど、次行きます。モーメンタム。ワンプッシュイズイナフ。壁まで走り続けるようなやつかな。スライド。あ、やっぱりね。だと思ったわ。なんか、妥当だよ。そう来るだろ。なるほど。黄色がそういうブロックなんだ。で、他のブロックを巻き添えにするのか、する。押し切る力の方が強いんだ。うん。これくっついちゃうでしょ、途中で。で、終わりか。ああ、そうなる。どうしようかな。方向性も何も今ないな。ここに入れて、ここに入れてってやればいいんじゃない？で、あとここか。どういう順番だろう。これを取る、横長2になる。終わり。これを取る、横長3になる、終わり。これを取る、L 字がすっぽりはまって終わり。これを取りに行く方法は？こっちから来て、ここで2になって、うまくいくのかな？わからぬ。わからぬ。そっちに行ったら終わりでしょ？そっちに行ったらもう、最後終わらせるルートになるやつ。なんだよなぁ。なんだよなぁ。ここの端っこ3つをどうやって取ろうかっていう方法が分かってないわけだよね。元の L 字のままだってもここは入れなくて、入れない？入れない。黄色いこと全部取りたいんだけど、
これを取った時に、こういう形だと、こっちはいけたりする。そういう形になる方法って、ある？ここで横長になっちゃうもん。ああ、違う方法あるか。やっぱり、こう、いや、無理か。ここで止まってこっちに行くってのは無理なんだもんな。右下に自分が入ることは不可能ではない。不可能ではない。けど、これをこう取った後に、そこから自分が戻ってくることができない。縦2になっているものが、縦2になっているものが、これもうまいことやりつつ、こう入ってきてこう。縦2がここで止まる。ほんまにそんな方法になる？このブロックで、ここで止めるはもうできんのよ。やだなぁ。やだなぁ、このブロック。でも、おそらく最後のワールドは、離れてるのに同時に動くブロックっていうのが出てくるんでしょう。多分そんな感じの進化の仕方するんだと思う。縦に、下に、先に入り込むことができない。横に。このブロックではそこは取りに行けない。別に黄色は関係なく他が取れればよくて、横長3を伸ばすのはできなさそう。だいぶ辛いんだけど、もうすでに。これが下行くと縦2になっちゃう。縦2になっちゃうと横そこ入れない。黄色のブロックで、これとこれとこれは行きたい。行きたいです。真ん中、
ここに入っても、こっちにもう一回抜け出してくる方法があって、かつ自分のブロックも取れればいい。その方向性だったら、まだなんとかなるんだけど、それをやりたければ、この子は縦2でなければならず、これが取られていなければならず、黄色で取ると、黄色で取るのなら横で取れ。ここ入りたいなら、横長、黄色は横に長くなる分には別にそこまで影響ないんだよね。黄色は横に長くなるのであればそこまで影響はない。この子は、縦に伸びる分にはそこまで影響がないような気もしないでもない。もう難しく考えてんのかな。来れば嬉しい。そこ上で止めるにはどこだ？どこならいい？ここで止まる。ここで横にはなれる。ああ、そっか。ああ、そっか。そうだね。そうだね、そうだね、そうだね。そうなるよね。そうなったらこう、これで受け止めようと思ったんだけど、そうなるよね。それが受け止めちゃうとここ入れないんだよね。あら、方向性が合ってんのかわかんないね。右下に行った後に抜ける方法があるのかな？でも順番よくわかんなくなっちゃった。右側にこれを取らないと入ることができなくて、これを取ってしまうと横長に2が解除される。となると、やっぱ方針がおかしい。けど右端には、黄色が右端に行ったらダメ。黄色が右側で止まるには右側にストッパーを入れないといけないけど、ストッパーを入れるにはこのプラスを突破しないといけない。突破を、黄色がそれを取るためには、先に取るためには、黄色が縦のラインでここに当たりに来ること。黄色が縦のラインでそこに当たりに行くことは、ここで止まる。黄色がここで止まるためには、いや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 、ここはダメでしょ。いや、取っていいんじゃないか、それだったら。
取った上でここに招待すると黄色が横長になって一旦逃げられる。であとは黄色がここで止まってでこれで引き返す。だから黄色がこのライン上で止まれるようなやつ。下にしか行けなくて、下に行ったらその後左に行く。ここに来た後に右に行ったらもうこれ取らないとおしまいなんで、ここに来るの早かったような気がして、ここに来るの早かったような気がして、でもここのラインで止まりたい。ここのラインで止まって、これが長さ3のものでうまく止まる方法ってないんじゃね？ないんじゃね？そんなとこ。ここに入れない。この子の長さが、先にこっちを取って L 字がここにいて止まって戻ってこれるのならもうちょっと先が見えるかもしれない。ここのラインで止まるにはここで止まればよい。ここで止まるのはさっきのここに来ればよい。これを持ってった時に右側にストッパーがいる。と、止まる。で、でも、この、であってもやっぱりそこは止まらない。ここは止まらない。やっぱりそこ止まらないやんけ問題やんけ。L 字の子であのプラスを取りに行くという方法、右下のプラスを取りに行ったら L 字はもう動けな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 いのか。動けないな。このラインで止める方法はないので、本当にないの？本当にないのか？ああ、ここに止まるってのがあるのか。ないだろう。それはむしろ一個前ならできたやつやん。一手前だったらそれできてたな。これ順番逆だな。この3をするより先にここでこう止めてやるとここで止まるんだ。なるほど。これはあとはいけそうな気がする。もうめちゃめちゃむずいんだけど。めちゃめちゃむずいんだけど、普通のパズルゲームでここまでやらせるのないだろう。もう、すごいなぁ。すごいなぁ。めげそうだ。
で、持って出てきてもらってから、あとは下に入ってもらう。下に入ってもらうやつは、そこにいて大丈夫なんか。そこにいるのまずい。下に入ってもらうやつは、ここで止まれば下に行けるから、あとはいい。むぎょぎょぎ。ふーむ、ここだけで20分さ、嘘。次、じゃあ、左、ゴルフ、リフトザフラグ。フラグを持ち上げろ。ここ入ったら、こうなって、ここでゴルフ打って、ここに入れる。この直線上に、なんか伸びるものをポンって押すみたいな風には見えるよね。だから、に、に、ん?うん。に、に、黄色。で、ゴール。だとしたらめちゃくちゃ簡単だよな。だとしたらめちゃくちゃ簡単だよね。黄色をそっちに持っていくのが難しいってやつ?黄色を、ここの高さに、一個上の高さに持っていくのが難しいやつか?はは。右上いきなり持ってくのやばい気がするね。それ以外の形状でいけるかパターン。別に L 字を作らなくてもいいんだもんね、別に。別にね。違う。縦にする必要なくて、L 字のままでもういいのよ。黄色がなんとかなってくれれば、黄色以外は今のままの形でも問題ない。黄色をなんとか。これをもう一つ上に上げるには?上に上げるには?これでいいのかな?待って。で、持って、マイナスをなんとかしてだから、あ、いけるんじゃないかな、でも。こうして、フラグを上げて、打ち込む。まあ、ここはまあ、ここはまあ、チュートリアル。スティックス&ストーンズ。棒と石。石?入れないエリアがあって、プラスは一つ。で、そこのプラスに入るのは、横長の棒ではないので、なんすかこれ。これを、右から左に打ち込んだ時に自分が上にいるみたいなやつ。意味がわからん。
意味がわからん。そんなことはできん。打ち込むのではないんですよ。多分これをこっちに押すんだよな。で、うまくいくのはもう一回中に入れ、たた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 。二パターンあるの。こう持ってくか、こう持ってくかって、多分上からが正規体だと思います。で、これ打ち込む前に多分いろんな準備しないといけなくて、横長の棒は最後に、ここでしょ？ここから下に向かって、なんかこうなってて、こうなってるものをこう持っていくんでしょ？そうするとスコーンっていく。だからこれを、このラインで止める方法がないといけなくて、棒があって、棒があって、支え、だと、ちょうどいいけど、支えがあって、棒があって、棒がある。ああ、それだったらいいのかな。支えが入っ、支えここで止めることができないけどね。支えがあって。ん？これが、ここにあって、なんか支えがあって。ん？言ってることできるのか？どっちも中途半端な場所に泊まることはできない人たちなんだよね。そんな子たちが、思い通りの場所に行くとは思えない。上と見せかけて下ですね。っていう可能性を考えてみると、こう来てこう来てこうなるんだけど、こう来てこう来てこうなるんだけど、ここのストッパーはこの子じゃないといけない。だからこの子がここに入らないといけない。この子がここに入るためには、こう来てこう来るルートを、ここか。ここのルートを通らねばならぬ。だからここなんだな。ということは、これがここで止まるために、ここでストップがないといけないんだけど、この高さのストップは 1,2,3 足りないので、無理。これはここに入らない。だからやっぱ上から来るだろう。これを一旦右にやってから、これがここに止まって、その後に打ち込むとここに止まる。で、1,2,3 の長さだから、その手順だったらうまくいく可能性はある。可能性はある。あらら。
はい。ここの入れ替えがうまくいかないっすね。この黄色い子をこのどっちかに止めることができたらうまくいく。だけど、もう一回あの黄色い子をこっちに呼んであげるとうまくストッパーになるのかな。黄色い子一回しか使わないっていうのはなんかないような気がするな。ちょっともう、ああ、押せない。はい。もう一度。方向性はいいと思います。あ、長い棒が、なんかこの辺がうまく取り出せないね、問題が発生してた。あんまり左側に寄せすぎると良くないんだろう。しかし左に寄せないと黄色い子は這い寄れない。ですね。そうだね。それは一段高いんだよな。まあ、その高さで止まってもいいっちゃいいっちゃいいっちゃいいのかな。まあ、どこで打ち込むかは別にいいんですよね、どこでも。ただ黄色い一マスの子がそこに行く方法が見つかれば良い。が、黄色い一マスの子が、黄色い一マスの子がこんなところにいたらな、微妙かな。もうちょっと、もうちょっとなんか必要そうな気がする。そこで止まるとな、左に押せないしな。この子でしょ？今やばいのは。その子を押してもいいような仕組み。これだと、この黄色邪魔。もう一押し。もう一押しできなかった。いやー、こっちに来るのはあかんのよな。でも、そういうことなんですよね、多分。ここでもう一押しできててってなってたら、押せてるんだよね。
あそこに置いてあるあいつは、もう使われてないんだから、押しててよかったんじゃないかということですよ。違う違う、もう一押しなんだよね。もう一押ししないといけないんだけど、この子で押しちゃうと、もう黄色い子を止められない。こうなんだけど、これ黄色い子止めらんないから、もうちょっと違う。かといって、ここにやっちゃうと、これを押せずに、ん？黄色で押したらダメなの？こうなると、ようわからんことになった。方向性はこれでいいと思うんです。方向性はね。工夫が足りてない。この子を、上の子を完全に押し切った状態で、黄色い子が上に来るんだったらもう、良い。まあ、まだ完全に押し切らない状態になっているのであれば、まだいい。完全に押し切っちゃってたからさっきのはまずくて。そこにそのまま居続けてくれてるなら、これを、これだと、こうなって、そうなんだよね。奥がそこ行っちゃってダメだから、奥が、もう一つ右に行ってくれると勝てるけど、前提が崩れてるね、それ。黄色はあそこで止まりたかったのに、っていう話。組み立てだよね。ここの組み立て方だよね。黄色がそっちにいるのおかしいのかな。黄色を一つ、右へは持ってけないのよ。厄介だな。厄介だな。いや、むしろ一番奥でゴルフできないのかと。黄色一番奥まで行っちゃってよくて。それだと、止まらないのか。ここがあると、あとがうまくいかないけど、こいつのせいでそこに行かざるを得なくなってる。この手前の下の黄色がもう少しいいポジションにはまるのなら、それでいい。これです。初期値、そこか。初期そこか。下来て、右来てってやると、ちょっとはいいとこ行くのかな。まあ、しても下行った時点で、まあやってみよう。ここで、できない。怖い。一旦入ってから逆に戻ってこないといけないのかな、これ。これで下一個来れて、そっから右に一個行くっていう方法が取れて、取れない。ああ、取れないか。じゃあちゃうか。ほなちゃうか。一個だけ上に押すとかできんからな。ほなちゃうか。
止めちゃうと、この一個はもう救出不可能になる。というか、向こう側に行けない。終わり。これはもう一押しし、高すぎるピ。高すぎるピ、これ。もう一段下よ。もう一段下よ。二人いたらいけた？黄色は別にそこでよかったんだけど。ん？なんかよくわかんなくなっちゃった。よくわかんなくてやってんな。なんだこれ。黄色はもう一回回ってこれる。ん？なんだこれ。こんな動き方あるの？これうまくいくのかな？これを押し切らないといけないんだけど、上の底が入っちゃってるのがまずいんだよな、これ。上の段そこまで押さなくてよかったんだよ、このステージだったら。今のやり方なら。今のやり方なら、そう、そこでいい。ここでいい。今の不思議なやり方をやると、黄色が入って、こっちが飛び出て、黄色がもう、いや、もう一周したいの？そんなこと言わないで。こうなっちゃうじゃん。あれ？そうなるの？どうせこうなる？そうだよな。黄色がもう一周してくるときどうせこうなるよな。ここで押せなければ勝っててるんだよね。黄色をもう一周させたいから上を開けたかったです。ここで、
間違った方向に突き進んでいる気がしてならない。このやり方、うまくいかない。そこの高さに合わせたくて。絶対ここの高さを合わせたくて。この子がここに入れると、こうなってここになったりする。けどそれだと届かなくて。これも抜きで黄色い子が上に行って、ってやると、その黄色い子のリカバリ無理で、ここに入っちゃうと、こことこの上の材料に対して、右側から二つ押して入るしかなくて、二つ押して入ってしまうと、そこで押したものが、ここの高さで奥まで入っちゃうので、それを引っ張るのが無理になる。ん?もう一回やらして、今の。勘違いしてるだけの可能性が。奥に二つ入れて、なんか方針間違ってるからこんな時間かかってる気がする、ここ。そんなに難しくないと思うんだよな。で、これを、ああ、間違えた。この黄色を上に打ち上げるので、こうなってて欲しかった。こうなってて、で、こうすると、こうなって、こうなって、でもこうなるからこれでいけるんじゃないの?と思ったんだけど、それができないのかな?それをやると、黄色い子がすでにもういるから、それ以上下ろせないっていうやつか?奥の上のやつは押していいんだけど、あれ?こんなことになる?ちょっと待って、黄色の子そこでいいんだっけ?なんかぐるっと回ってたよね、さっき。これをぐるっと一周回すみたいなことやってなかった。上に押して、こう来て、で、これを持っていくんだが、そこで、これが必要で、こうなった。これを押して、こうして、こうでよかったんじゃん。なんかできてたじゃん。やっぱり。やっぱりできてた。あれ?何してんの?やっぱりできてたじゃんですよ。これは。見直してよかった。うん、なんか、しょうもない、しょうもないハマり方しましたが、クリア。ということで、今回はじゃあこんなところです。